ビエビクションシムラッシュパーマネケソンです。ジュインです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、はい、楽しみにしておりました。お、今日もバイクチェックの動画になっております。ありがとうございます。それでは紹介の方をお願いします。はい。今回応募していただいたのは、初心者さん。はい。初心者さん。いや、まあ、一応そのニックネームのところというか、はい、お名前がそうなってるんで。なるほど。書くとこ間違えたんかな、はい、そうですね。うん、香川県のライダーですね。あ、香川県。はい、40代前半ということで。あ、そうなんや。最近40代のライダー多いよね。うん。コメントとかでも。しかも香川県やったら近いよね。近いです。俺ら愛媛県なんで。そう。すぐね、うん、行けるんで。香川県で、ライディングしまして、バイクチェック投稿させていただきました。で、バイクフレームは中古のボリューム以外は県外のショップで組み立ててもらいました。振り子仕様です。未だにマニュアルできません。練習しようと思いますが、年と恥ずかしさで買い物仕様となってます。買い物仕様。多分そこら辺コンビニ行ったりとか。ああ、なるほどね。そういうことね。この年でも今からマニュアル可能でしょうか？可能です、うん。で、部品リストということでね、書いてくれてるんですけど、ハンドルがですね、キンクの、ヒューマン。で、ステムがボリューム、フロントフォークオデッセイ、フロントリアホイールがデモリッション、うん、で、タイヤもオデッセイと、で、うん、シートポストオデッセイ、シートもオデッセイ、スプロケボリューム、チェーンがシャドウのハーフリンク、うん、クランクオデッセイということで。なるほど。オデッセイが。オデッセイ多めやね。オデッセイ多めの感じですね。うん、いいですね。はい。じゃあ早速ね、はい、気になるそちらの BMX チェックしていきたいと思います。VTR がこちらです。あれ？え？こっちやろ？え？逆やろ？あ、逆か。そっちよ。はい、こちらですね。おー、なるほど。こんな柄のやつあるんや。すごいよね。めっちゃおしゃれやん。うん。あの、俺もこれ昔ね、塗装でなんとか自分でやろうと思ったんやけど。これむずない塗装。あの、サランラップで、うん、スプレーこうつけて、うん、サランラップに。で、チュン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 ってやっていう感じでやるんだけど。できる、うん、できるけど、速攻剥がれるけど。かっこいいよね。これね、うん、何柄ってんやろ。で、これがボリュームっていうところのフレームですね。そうそうそう。うん、フレーム出しとったよね。あ、そうな、フレーム。パーツは結構あったけど。フレームは初めて見た。うん。かっこいいフレームで。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。うわ、クランクかっこええな。これいいよね。うん。これいいやつ。オデッセイかっこいいよね。オデッセイ全、パーツ全部かっこいいね。うん。うん、いや、でもオデッセイでね。はいはいはい。統一されてて、うん、いい感じでございます。はい。タイヤオデッセイ、俺も乗りよった。あ、俺も使えた。うん、まあ、フラットのやつやけど、まあそうやね、乗りやすかったね。安定感あるよね。安定感があるし、外で乗るんやったらすごいいいと思う。いいですね、うん。かっこいいよね。かっこいい。なんかやっぱ組み立てたばっかみたいな感じですけど、うん。これコンビニ行くだけやったらもったいないですよ。もったいないね。うん、これぜひ乗っていただきたい初心者さん。確かに。コンビニ行くようではないよね。コンビニ行ったらちょっと目を引くぐらいですよね。スペックとしてはね。うん、まあ、これはもうちょっと実際乗らないと。乗らんとね。うん、多分パクられるで。オデッセイから怒られるんじゃないかな。うん、確かに。街乗りすなと。うん、そうやね。うん。まあ、これでマニュアルはね、全然でも乗りやすそうな。うん、なんかマニュアルしやすそうな感じよね。マニュアルしやすそうな感じ。うん。いや、ちゃんとパーツもね、あの、街乗り用じゃないし。まあね。うん、ストリート用やし。したやつなんで。うん。まあ他にもね、できる技結構あると思うんで。うん。まあそれこそ近いんでね。まあそう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 、香川県の。香川は、まあ、うん、もうぜひね、愛媛に来ていただければ。うん。いかんのかいって感じがね。でも香川もストリートライダーいますからね。まあおるね、うん、うん。まあ巨泉も今年、うん、まあ香川のストリートライダーと一緒に乗りに行っとった。行ってました行ってました、うん。香川もパークが何個かあるよね、香川県って。うん、うん、あるある。あの高松市内にもあるし、そう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 、一宮にもあるし、うん。結構そこにストリートライダーとかもいると思うんで、はい、まあそういったライダーとね一緒に乗ってもらったりとか、まあそれこそ愛媛ね、うん、僕らもいるんで、ぜひ来ていただければ。ハウトもできますんで、はい、はい、ぜひお越しいただければと。あれですよ、あのマニュアルのコツなんかちょっと。マニュアルのコツ？うん、まあできないっていうことなんで。まあ地味でっていうかね、うん、まあ遊び感覚でやる方がいいっすよね。うん、まあそれこそコンビニついでじゃないですけど。確かにコンビニ行くんやったらそれマニュアルでやれば。そう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 、うん、上達は、まあ、毎日ね、うん、行くんやったら、そうそうそう、上達していくと思うんで、まあそんな恥ずかしく、まあ恥ずかしいとかあるんかな。いや、まあ恥ずかしいやろ。マニュアルまくれたらちょっと恥ずない。あ、まあまあ、うん、そっかそっか、それはあるか。そう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 、そう、確かにそれは。でも俺高校とかそういう時ってなんか見せたいやん、うん、まあ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 、うん、
で結構まくれたりとか、うん、それこそなんか180とかしてミスる時とかあるけど、うん、あのミスってないよ風な感じを出すよね。ああなるほど、そこまでが一つの技です、ね、うん、そうそう、うん、とかあのなんかチェーンちょっと外れた的ななんかちょっとあの調子悪いみたいな外的要因がそう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 っていうことね。そうそういうごまかしをよくやってましたね、うん、はいはい、うん、あそうやね、まあそういうごまかし方法みたいなのも今後動画には上げていこうと、うん、ハウトゥー、うん、ハウトゥー、ハウトゥーね。まあそういうのもあった方がねまあまあまあ、うん、みんなそれはね多分あるあるっちゃあるあるだと思うんで、そうそうそう、初心者さんもあこういう時はこうすればいいんやっていうそうね、まくれた時とかマニュアル練習する前にそれをちょっと身につけてもらって練習してもらえるそうですね、うん、はい。で、まああれですよ、うん、まあ、初心者さんお弟子生をいっぱいつけてるんですけど、はいはい、まあ、ちょっと調べたよね、うん、お弟子生の特徴とか、うん、どういった特徴があるのかちょっと調べたんやけど、うん、なんと、うん、お弟子生永久保証がついてるみたいですよ。永久保証、うん、永久保証、あのハンドルバーとか、うん、フォーク、うん、フレームはどうやったかな、まあそういうパーツ買ったら永久保証らしいよ。永久保証なん、うん、らしいです。どういうこと、うん、まあこれちょっと分からんのよね折れてもう大丈夫ってこと？壊れたら交換してくれるってこと？そうそうそう、新しいのねめっちゃええやん。だからほんとホームページに買い取ったんやん。買わんでええやん、うん、そんなことあるんやん。うん、そうそうそう、ストリートで、ストリートなんかよく壊れるで。まあそれぐらい丈夫ってことね、自信がある、ね、あそういうことか、うん、自社製品、ね、ああ、うん、あのよくあるやつだ。そう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 、テレビショッピングで、うん、あの全部使ってもあの返品できますよみたいな。はいはい、そう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 、使い切ってもみたいな、うん、うん、もう絶対壊れない自信があるんでってことよ、はいはいはい、うん、なるほどね。まあちょっとこれのシーンがね、あの分からんけど、うん、うん、その俺も知らなかったそれ、うん、まあ BMX、うん、パーツ壊れるのは当たり前じゃないですか。まあそれはね、うん、もうしょっちゅう壊れますよ、うん、それを覆すその永久保証っていうのを立ち上げて、うん、まあ今すごい人気が出てるという。やって大丈夫そんな。まあまあそういうところもあるんで、まあ、これもちょっと本当かわからないです。これね、どこに問い合わせたらいいかわからないんですけどね。まあ確かに壊れた時ねどうしたらいいんじゃないよね、うん、多分地元のサイクルショップに行ってもしょうがないんで多分本国に送らないかな。そうだ、メーカーにアメリカとかそういうところに送らないかんのかな、うん、もしかしたらアメリカではそれめっちゃ主流なんかもしれないしね、うんうん、送料の方が高ないですよね。確かにでもああいうのは送るのは払わないかんのじゃない、うん、まあ多分そうかな、うん、うん、まあなんでまあそういう安心感もあるんで、うんうん、まあもうガン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 乗ってもらって、まあまあまあそうですね、うん、クラックが入るまで、そうですね、乗ってもらったらと思っております。はいはい、ということで本日は初心者さんの、バイクチェックを皆さんと一緒にやっていきました。はい、まあ、今後もね、まあ、皆さんからの動画募集は、引き続きお待ちしておりますので、まあ、他にもねバイクチェックだけじゃなくて、まあ、ハウトゥー動画とか、うん、まあ、最近バニーホップのねよく案件が来ますけど、はい、なんか今やってる練習してる技でできない技とか、まあ、あとは他にも発メイク動画とか、うん、クラッシュ動画、そう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 、何でもいいんで、うん、お送りいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。お願いします。ということで以上 BMX ショーチームラッシュパフォーマーの巨星と主任でした。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。